ロマンユニオール、メンデスペレスは、ドミニカ共和国、サンペドロデマコリス州サンペドロデマコリス出身の、プロ野球選手。ウトウミギウチ。2019年現在は、メキシカンリーグのドスラレドスオールズ所属。ファーストネームの、ロマンは、ロマンと伸ばさないのが適切な読み。2007年7月16日に、ボストンレッドソックスと契約。2008年、 参加のルーキー級、ドミニカンサマーリーグレッドソックスでプロデビュー。11試合に先発登板して3勝1敗、防御率2.6546奪三振の成績を残した。2009年はルーキー級、ガルフコーストリーグレッドソックスでプレーし、12試合に登板して2勝3敗、防御率1.9947奪三振の成績を残した。 2010年はまず A 級グリーンビルドライブでプレイし、6試合に先発登板して0勝2敗、防御率11.4018奪三振の成績を残した。6月から A-9 ローウェルスピナーズでプレイ。8試合に先発登板して2勝3敗、防御率4.3635奪三振の成績を残した。年月日に、 ジャロット・サルタラ・マッキアとのトレードで、クリス・マッキーネス、マイケル・トーマス、さらに金銭ともにテキサス・レンジャーズへ移籍した。移籍後は、参加の A-9、スポケン・インディアンスでプレーし、3試合に、先発登板して1勝1敗、防御率2.3113奪三振の成績を、残した。二千十一年は、A 級、ヒッコリー・クローダッツでプレーし、十六試合に、 登板して9勝1敗1セーブ、防御率3.31130奪三振の成績を残した。オフの11月18日に、レンジャーズとメジャー契約を結び、40人枠入りを果たした。2012年はまず A 級マートルビーチペリカンズで、プレーし、18試合に登板して4勝6敗1セーブ、防御率5.1471奪三振の 成績を残した。8月に a 久級フリスコラフライダーズへ昇格。5試合に登板して2勝0敗1セーブ、防御率1.469奪三振の成績を残した。2013年は a 久級フリスコで16試合に登板したところで、右ひいの疲労骨折によって5月31日に戦線離脱した。 この年は2勝0敗にセーブ、防御率1.8224奪三振の成績を残した。2014年は、トリプル a 級ラウンドロックエクスプレスで開幕を迎え、25試合に当番。0勝1敗にセーブ、防御率4.0230奪三振という成績で7月7日にメジャーへ昇格した。翌8日のヒューストンアストロズ戦でメジャーデビュー。 5点ビハインドの8回表から登板し、2回を無安打無失点1死球に抑えた。2015年、レンジャーズでは12試合に投げて、防御率5.40だった。9月1日に、ィーフとなった。2015年9月11日に、ウェーバー工事を経て、レッドソックスへ移籍した。移籍後は3試合で、マウンドに登っただけで、防御率4.501死球。 一奪三振という成績だった。レンジャーズとの合算の防御率は5.27であった。12月2日にクリス・ヤングの加入に伴って、ディーフ、7日に40人枠を外れる形で、トリプル A 級、ポータケットレッドソックスへ配属された。2016年は、トリプル A 級ポータケットでプレーし、32試合に、登板。4勝2敗にセーブ。 防御率3.3859脱三振の成績を残した。2016年11月27日に NPB の阪神タイガースがメンデスと1年契約を結んだことを発表。12月2日付で NPB から支配下登録選手として公示された。背番号は20。阪神では2016年に契約していた6人の外国人選手のうち、 ランディ・メッセンジャーとマルコス・マテオに対してのみ2017年シーズンの契約を結んでいた。その一方で入団1年目の2016年にシーズン中盤まで一軍のセットアッパーを務めながら10月に右肘の手術を受けたラファエル・ドリスとの契約更新を一時的に保留。このような事情からドリスとの再契約に至らない可能性を視野に入れながら 救援陣を強化する目的で、メンデスの獲得に踏み切った。なお、メンデスを獲得した直後には、肖像類種候補として、エリック・キャンベル内野手とも契約している。2017年には、春季キャンプを主力選手主体の沖縄組で迎えたが、阪神球団は、キャンプ期間中にドリスと再契約。NPB の一軍公式戦で、 外国人投手を3人までしか同時に登録できない外国人枠との兼ね合いから右のエースで開幕投手に内定していたメッセンジャーを除く最大2人分の投手枠を自身と同郷のマテオやドリスと争うことになった。メンデス自身はオープン戦2試合の登板で防御率3.00を記録したものの日本特有の春先の寒さにうまく適応できなかったことや 前年に実績を残したマテオとドリスが揃って、好調なことを背景に3月上旬から2軍で調整。そのまま、ウエスタンリーグ公式戦の開幕を迎えると、7月中旬までに38試合の、当番で19セーブという好成績を残した。さらに、開幕から1軍のセットアッパーを務めてきたマテオが、腰の張りで調子を崩したことを機に、7月22日付で、 来日後初めての出場選手登録。同日の対東京ヤクルトスワローズ戦7回裏から4番手投手として、一軍公式戦へのデビューを果たすと、当番4試合連続で無失点に抑えたほか、3試合目の当番だった7月27日の対横浜 DNA ベイスターズ戦で来日初ホールドを記録した。マテオの復帰に伴って7月31日に、 出場選手登録を一旦抹消されたが、抹消後にメッセンジャーが故障で戦線を離脱したため、8月11日付でメッセンジャーに代わって再登録。再登録後は9円で3試合に登板したが、通算3回に3イニングで8失点と振るわず、8月16日に再び登録を抹消された。ウエスタンリーグ公式戦には通算で、 リーグ最多の52試合に登板。1勝5敗、防御率3.48ながらリーグ最多の23セーブを挙げた。一軍がレギュラーシーズン2位で迎えた DNA とのクライマックスシリーズファーストステージでは登板機会がなかったものの、レギュラーシーズンの終了後にはフェニックスリーグへ参加していたため、翌2018年にもチームへ残留する可能性が一部で報じられていた。 しかし実際には球団がメッセンジャー・マテオ・ドリスの残留を基本戦に左投手の旅費コアを新たに獲得。さらに右投手、ディエゴ・モレノの入団交渉にも着手した。このような事情からメンデスはメッセンジャー、マテオ、ドリス以外の外国人3選手と共に12月2日付で NPB から自由契約選手として公示された。なお、後には 阪神がモレノとウィリン・ロサリオの入団を発表している。2018年1月3日、MLB ワシントン・ナショナルズとマイナー契約を結んだ。2019年はメキシカンリーグのドスラレドス・オールズと契約。2021年5月19日東京五輪予選のドミニカ共和国代表最終ロースターに選出された。ありがとうございます。